おはようございます。大名役場金太です。北海道酪農の父と呼ばれる指導者エドウィンダンさん、これね、アメリカ人牧畜業指導者、まあいろいろありますけどもね、はい、明治政府に招かれ、牛42頭、羊100頭を連れて来日したそうです。いやー、日本人女性と結婚して、まあ、校内に本格的な牧場を作ったそうです。家畜用水を引くため、まあ、校内側から全長4キロ用水路を作ったそうです。ニーカップにも牧場を作り、開拓農民を指導して、牛、馬、羊、豚を育てて、バター、チーズを製造する酪農を指導したそうでございます。当時の日本人は肉を食べ、牛乳を飲む習慣なく、製品は売れなかったものの、次第に牧場を経営する農民が多くなったそうです。いやー、大変ですね。大麦、小麦、ジャガイモ、砂糖の原料となるビート、天才などを作る西洋式農業を普及させたそうです。開拓者廃止なのは1882年。あとは84年には外交官として来日し、日清戦争の和平交渉に貢献したそうです。以上です。バイバイ。